今日午前5時半ごろ、津市栗間町屋町の国道23号で、乗用車が歩道に乗り上げ、郵便ポストや自動販売機に衝突しました。この事故で車を運転していた27歳の男性が怪我をして、病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。事故に巻き込まれた人はいませんでした。現場は栗間簡易郵便局の前ですが、店舗への影響はなく、通常通り営業しているということです。男性は国道23号を松阪市方面に向かって運転していたところ、事故を起こしたということで、警察は事故の詳しい原因を調べています。